お隣さん。ある日、長いこと空き家だった隣の家にご夫婦が引っ越してきました。挨拶に来られた時に顔を合わせましたが、旦那さんはまだ若そうで、旦那さんより年上に見える奥さんは妊娠されているようでした。旦那さんも奥さんもとても感じの良いお二人でした。しばらくは何事もなく過ごしていたのですが、お隣が犬を飼い始めたようで、毎晩毎晩犬の鳴き声に悩まされるようになりました。3日目に耐えかねた妻が苦情に行きましたが、出てきた奥さんに犬の鳴き声について伝えたところ、突然無表情になり、謝罪もせずにじっと見つめられたそうです。その間にも、庭の方からは犬の鳴き声が聞こえており、不気味に思い帰ってきた妻ですが、余計なトラブルを招いたのではないかと不安がっていたため、大丈夫だと慰めました。その日の晩、犬の鳴き声は全く聞こえませんでした。対応はおかしかったが、物分かりのいい奥さんでよかったと、妻も私も安心して、その日は久しぶりに熟睡できました。翌日仕事から帰ってくると、妻と娘が何やら深刻そうな表情をしています。娘の学校が午前中で終わったため、二人でランチに出かけたそうですが、帰宅すると家の庭が掘り返されたように荒れていたそうです。私も庭を確認したところ、雑草を防ぐため土の上に砂利を敷いていたのですが、一部砂利が乱れて土と混ざっていました。誰が何のためにしたのかわからず、少し不気味に思いましたが、大した被害ではないため見なかったことにしました。翌朝、シャワーを浴びていた私は、強烈な獣臭を感じました。嗅いだことはありませんが、何ヶ月も洗っていない犬のような匂いです。排水口や湯船を確認しても原因はわからず、気づくと匂いは消えていました。朝食のためリビングに向かうと、いつもなら起きているはずの妻と娘がまだ起きていません。部屋を覗くと熟睡していたため、声をかけて起こしてから出勤しました。帰宅すると、妻がソファーで寝込んでいました。どうやら全身が痛くて動けないらしく、私はすぐに営業中の内科に連れて行きましたが、とりあえず湿布を渡されただけで何も解決しませんでした。惣菜を買って帰り、娘に声をかけましたが、空返事しか返ってきません。反抗期かと思い、その日は気にしませんでした。その日から、妻と娘の様子がおかしくなりました。妻は全身の痛みで、ご飯とトイレの時以外動かず、娘は学校にも行かず部屋にこもり、二人とも風呂にすら入らなくなりました。なぜか二人とも普段以上にご飯を食べ、あちこちにゴミを散らかしていきました。家中に据えたような匂いとあの獣臭が漂い、一週間ほどで限界を感じた私は弟に連絡することにしました。実は、私の実家は神社です。私が長男であるにもかかわらず、弟に家業を押し付け社会人になったのですが、弟はむしろ神主になりたかったようで、とても優秀な神主となっています。弟に電話をし、事情を打ち明けると、家まで見に来てくれることになりました。翌朝、家に弟をあげると、早速あの獣臭に気づかれました。兄貴、
犬飼ってる？それが、飼ってないんだ。少し前から急に獣臭がするようになった。なるほど。次にソファーで横になっている妻を見てもらいました。ここ二日ほどでさらに痛みがひどくなっているらしく、うなっています。いろんな病院に行ったんだけど、全く原因がわからないんだ。だろうね。最後に部屋にこもっている娘を見てもらうことにしました。呼びかけても返事がないためドアをこじ開けると、娘は歯をむき出しにしてこちらを睨みつけてきました。腕と顔には無数の引っかき傷があり、中には噛み傷のようなものもありました。大体わかったよ。弟はドアを閉めながらそう言い、私はようやく理由がわかると思い、ほっとしました。おそらく犬神の呪いを受けてるね。犬神？犬を使って相手を呪う術だよ。地面に犬の体を埋めて首だけ出して放置して、餓死寸前のところで首を切り落とすっていう残酷なやり方さ。私は隣の家で3日以上聞こえていた犬の鳴き声を思い出しました。それで心当たりはある？隣の家で犬がずっと鳴いていたんだけど、苦情を言った次の日の晩に聞こえなくなった。もしかするとその犬が使われたのかも。家がおかしくなる前に何か変わったことはなかった。そういえば庭が荒らされたような形跡があって、二人とも不安がってたな。それだ。弟は車から大きなシャベルを取り出すと、庭の一部を掘り返し始めました。あったよ。土の中からは、人の頭くらいの大きさの黒い壺が出てきました。幾重にも紐で結ばれ、厳封されています。この中に、おそらく犬の首が入ってるね。開けない方がいいから確認はしないけど。弟と壺を眺めていると、ふと視線を感じ、私は林家の方を見ました。お隣の奥さんが、窓からこちらを見つめていました。全くの無表情で、瞬きすらしません。ぞっとした私は弟を連れ、すぐに家の中に入りました。お隣の奥さんが、こっちを見てたよ。うん、あっちからしてみたら、これが見つかるのはかなりまずいからね。これからどうしたらいい？まずはこれを持ち帰って供養するよ。手順を守らなかったのか、そこまで強力なものでもなさそうだからね。弟は颯爽と帰っていきました。一人取り残された私は呆然と立ち尽くし、その日は眠らずに朝を待ちました。翌朝、痛みが嘘のように消えたらしく、妻が起き上がって朝食を用意してくれました。今までは当たり前だったことがこんなにもありがたいことだったのだと気づき、私は泣いてしまいました。娘も体が臭いと言いながら部屋から出てきました。立ち上がって抱きしめると嫌そうな表情を浮かべながら当たり前のように風呂に入っていきました。弟が何とかしてくれたんだな。私はそう思い、お礼の電話をしました。おう、兄貴、おはよう。きちんと処理できたんだな。本当に助かったよ。ありがとう。
正直、焚き上げしただけだ。きちんと完成された犬神なら、こうはいかなかったよ。ところで、どうして俺には何の症状も出なかったんだ？兄貴は一応神主の一族だよ。そこら辺の人よりは、よほど強く守られてるんだ。なら、娘はどうしてあんなことに？氏神様に挨拶させてないだろ？そういうのをないがしろにすると、いくら一族でも守ってくれないさ。私は娘と妻を実家へ連れて挨拶に行こうと固く誓いました。ところで、凛花のことだけど。気にしなくていいよ。あちらはもう何もできない状態だろうさ。どういうことだ？残酷な手段で呪物を作って、しかも呪った相手の命を奪えなかった。そういう場合、それなりのものが返ってくるってこと。次の日の晩、凛花の前に救急車が止まっていて、人だかりができていました。噂好きのおばさんに話を聞いたところ、奥さんが流産してしまったとのことでした。それ以来奥さんが戻ってくることはなく、弟の言う通りになったんだなと確信しました。ようやく家も今まで通りに戻り、平和な日常を取り戻したある日のこと。家に突然凛花の旦那さんが訪ねてきました。なんだかんだあって、引っ越すことになったんです。今までお世話になりました。あ、いや、こちらこそ。かなり気まずい思いをしていると、旦那さんは一礼し、去り際に一言、こう言いました。妻のこと、ありがとうございました。最後の言葉は、どういう意味だったのでしょうか。旦那さんは犬神の件とは無関係だと思っていましたが、そういうわけでもなさそうです。しかし彼には何の被害もないように見え、謎は深まるばかりでした。弟に連絡し、旦那さんのことを話すと、こう返されました。世の中、知らない方がいいこともある。